はい、ヤイズ TV をご覧の皆様、こんにちは、光のセラピスト愛のタロットカフェの時間がやってまいりました。今回もですね、よろしくお願いいたします。先週のタロットカフェご覧の方は、よくご存知だと思うんですけども、ゲストの方ですね、先週、前回に引き続きまして、再びですね、里見さんの方にですね、はい、キメヒキライフコーチングのですね、里見さんにお越しをいただいております。里見さん、ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、お願いします。あれ、なんか頭がメイドっぽく、はいはい、前回もちょっと予告をさせていただいたんですけども、公開タロット占いということで、今回はですね、そちらの方を主にという感じにしたいと思っておりますが、よろしいでしょうか。はい、お願いします、はい。どうしましょう。何かに占いたいこととかですね、ちょっと今から2枚のカードをですね、使って、と思いますけども、はい、はい。どうでしょうか。じゃあ、そうだな。そう、じゃあ、では、じゃあこのときめきライフコーチングの、はい、私の使命みたいなのを。ああ、はい、はい、なるほど、なるほど。はい。大切ですね。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ、今、カードこちらにありますのでですね、はい、ちょっとこちらのですね、カードの上下とかって決めたいので、どっちが上か下かってちょっと決めていただいてもいいですか。はい、こちらか、こっち、ね。じゃあ、こちら。今指してる方。じゃない、じゃあ、反対、反対。こっちをこう上です。はい。わ、はい、かりました。はい。では、2枚のカードですね。今、ちょっとこういう形で、映っております。はい。ですね、一つは悪魔のカードというところ。大丈夫だと思います。非常にですね、象徴的な、タロットカードのよくあるカードではあるんですけど。そして、星ですね、星のカードというふうに言います。今回は里見さんの使命、ときめきライフコーチングの使命ということで、お話しようということですのでですね。はい。ちょっとこちらから行きましょうか。多分気になっているところだと思います。はい、グミル、悪魔？はい。悪魔ってですね、ちょっとイメージがこうあんまり良くないっていうふうに。もちろん、悪魔のイメージは良くないかもしれないです。でもですね、それよりも、この悪魔の意味ですね。これ、執着とかですね、固定観念という、そういう意味があります。うん、で、さらに言うとこう、今回、使命ということでですね、里見さんがこうやること、やるべきこととかですね、というところなので、ご自分ももちろんなんですけども、クライアントさんですね、セッションにやってきたクライアントさんの固定観念とかですね、その執着とか、そういったものをこう取り去っていくという、そんな作業をですね、ぜひ、そのコーチングを通して、やっていっていただけたらというふうに思います。今回コロナもそうですけども、やっぱり女性の方、いろんな悩みとか持たれてると思うんですよ。はい。そんなこと言ってもね、とかですね、こうなるに決まってるでしょって、その決まってるでしょっていうのが、いわゆるこう固定観念とかです。はい。で、やっぱりこう何かこう行動を起こさなきゃいけないっていうところって、人間、誰しもですよね。何かこう、問題抱えたりとか、ご相談に来る方ってそうだと思うんですけども、やっぱり動くの怖いんですよね。なんでかっていうと、変化をすることとかですね、今の生活、こう、愚痴とか言う割には、それなりにこう、満足じゃないですけども、仕方ないかなっていうところがあるんですよね。やっぱりこう、動くのが怖いんだと思います。皆さんですね。はい。そこをこう一緒に里見さんが寄り添って、大丈夫だよっていうことでですね、はい、こう変化を起こすのにあたって、こう一緒についてってあげるっていうふうなですね、はい、そんな感じのがまず一つ使命のかなと、こう変化を起こすというところですね、はい、いいがいいかなというふうに、思います。それと、はい、こちらですね、星のカードというふうに言います。スターですね、はい。これ、希望の星とか、希望があるないだとあるという意味なんですけども、星というのは非常にこう遠くにあるものということでですね、はい、長期目標とかですね、そんな意味も入っています。
そういう意味では、本当になんていうかですね、クライアントさんと寄り添うように一緒にですね、行くっていうふうな、すごくこうフォローを手厚くというふうなですね、なんかそんなふうなところを意識していくと、すごくこう、なんか里見さんらしさというかですね、なんかキャッチコピーにしてもいいぐらいですね、なんかお客さん、クライアントさんとともにこう寄り添って、なんかこう、なんですかね、一緒に変化を起こすみたいなですね、なんかそういう変化を起こすのをこう恐れないみたいなですね、なんかちょっとそんな、ちょっと今突発的に思いついたキャッチコピーなので、なんとも言えないんですけども、いいですね、なんかそんなのをですね、いいかななんて思います。そう、まさにこう変化を起こすことを一緒にこうついていってですね、はい、そのお客さんとともにその変化というものを恐れずに一緒にこう寄り添ってついていくっていう、ちょっとそんな、ときめきライフコーチングはどうかななんていう、そんなイメージでございます。いいですね、いいですね。はい、はい、ありがとうございます。はい。はい、こんな感じかなと。はい。これまた後で、写真を、はい。これ、今これだとちょっとわかりにくいので、後でお送りします。はい。これどうしたよということでですね。はい。っていう感じで。はい、なるほど、すごい、はい、なんか腑に落ちたっていう。ああ、本当ですか。ね、はい、なんか、そうですね、私がやっぱりそのコーチングで、はい、そう目指すべきも、やっぱクライアントさんに寄り添って、はい、もう 100% 味方ですよっていうことと、はい、その、なんて言うんでしょう、まあ、寄り添って変化っていうのも出てきたんですけど、はい、もういい意味で化学反応を起こして、変化というか、ちょっと進化に近い形がちょっと理想的だなと思って。はい、はい、いいですね、素晴らしい。はい。はい。なので、まあ、ちょっとコロナに負けずというか、ね、そうですね。ぜひぜひ、いろいろとこう発信活、情報発信といいますか、活動もぜひですね、していっていただけたら。嬉しいななんていう、ね、はい、なんかすごく今ね楽しみになってきた、はい、なんか、ああ本当ですか、いやいや、よかったです。すごい嬉しいです、はい、ぜひぜひいろんなこう情報発信とか、はい、YouTube も非常にこう期待をしておりますのでありがとうございます。僕見てないわけ、見てますよ本当ですか、嬉しいです。はい、ちょっと全然今更新してないからちょっと、ゆっくりこうご自分のペースで、ね、納得したものもやっぱり絶対じゃないですか、なので、はい、ぜひぜひよろしく頑張ってください。はい、はい、まあ、僕も一緒に頑張りますので、はい、お互い頑張りますそうですね、はい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 、ということでございまして、ちょうどもうエンディングということでですね、はい、やっぱりタロット占い、公開タロット占いということでですね、まあちょっとあっという間の時間かなと思ってるのと、ね、だけでしょうか、大丈夫ですか、ね、あ、よかった、はい、はい、ありがとうございます。今回どうですか、感想とか、なんかこう、こういうズームとの、こういうやりとりといいますか、はい、どんな印象を持たれたとかありますか。いいですね、私も今、まだ全然その素人なんですけども、ゆくゆくはこういったライブ配信とかやってみたいなと思って、はい、いろんな方、異業種の方とこうお話聞いて、マキラさんみたいな感じのちょっとお話を聞いたこういう配信のところもちょっとやってみたいなと思って、今日もいろいろ参考に、はい、なったら、あ、こういう進め方でやればいいのかっていうのも自分もちょっと、ゲストなんですけど勉強になったなと思っていて、はい、ありがとうございます。またぜひこういうちょっとですね、番組といいますか、もしまたゲストで来ていただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ呼んでください、行きますよ、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでございまして、ですね、ちょうどお時間となりましたので、ちょっとここまでということでですね、はい、させていただきたいと思います。また次週ですね、お会いできたらと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでですね、光のセラピスト愛のタロットカフェ、2週にわたってですね、ゲストとして、ときめきライフコーチングの里見さんにお越しをいただきました。里見さん、今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では皆様また次週お願いします。はい、失礼します。